深くしゃがみ込んだ時や足を持ち上げた時に股関節が詰まったように感じる時ってありますよね。そんな時に股関節や足のストレッチで改善することもありますが、全く効果が出ないこともあります。こんな時には今からやるお尻さすりを試してみてください。まずは股関節の動きをチェックしていきましょう。もも上げや靴下を履く動作、深くしゃがみ込んでみて現在の股関節の状態を確認していきます。もしこの中で不快な動きがある場合は、お尻さすりをした後に変化があるか試してみてください。それではお尻さすりストレッチをしていきます。やり方は簡単で、まず背中に手を当てて、そこから腰、お尻、もも裏を触っていきます。この動きをしていく中で一番のポイントは、手が下に下がるにつれて肩が下がり、胸とお腹が伸びるのを感じることです。肩が上がったまま手だけ下ろしていっても全く効果がなくなってしまうので注意をしてください。もし肩が下がる感覚や胸、お腹が伸びる感覚がつかめない方は、手や腕がガチガチに固まっている可能性が非常に高いです。そんな方はお尻さすりのストレッチをする前に、概要欄にある過去動画から手や腕をほぐしてみてください。また手をほぐす際におすすめの筋膜リリースガンなども載せておきますので、興味のある方は覗いてみてください。それでは肩が下がって胸やお腹の伸びを感じながら5回動いていきましょう。1 2 3 4 5。 はい、 OK です。ここまでできたらもう少し動きを増やしていきます。背中から腰、お尻、もも裏、ふくらはぎまでさすっていきます。この時にも肩が下がって胸、お腹の伸びを感じたまま動いてください。体が硬い人は膝を曲げながら動いて OK です。ももの裏やふくらはぎがしんどくなる前にしっかりとしゃがみ込んでください。膝を曲げてしゃがみ込む場合は、膝が外側にガニ股になるようにしゃがむようにしてください。ガニ股でしゃがんでいき、ふくらはぎの外側を触る形で大丈夫です。内股にならなければ OK です。それではお尻からふくらはぎまで10回さすっていきましょう。1 2 3 4 5。6 7 8 9。はい、OK です。それでは初めにチェックしたもも上げ、靴下履き、しゃがみ込みの動きでストレッチの効果を試してみてください。どの動作も最初に比べると動きやすくなっていると思います。これはお尻やもも裏をさすったマッサージ効果で詰まりが取れたというわけではなく、胸やお腹が伸びたことにより股関節の動きを作りやすくなったことによる効果です。普段の生活で姿勢が崩れていると、股関節が動くよりも顔や胸が前に倒れる動作が大きくなってしまいます。この動き方だと体の連動が止まってしまい、股関節の詰まりが出やすくなります。胸やお腹が伸びた状態だと股関節が動かしやすくなります。日頃からこの股関節がしっかりと動いていれば詰まりが出ることはありません。それでもお尻さすりのストレッチをしたり、日頃から股関節を使っているはずなのにまだ詰まりが出る人もいるかと思います。そんな人は内股になる癖がある可能性が非常に高いです。今から内股癖対策のストレッチもしていきましょう。まずは膝のお皿の一番上に小指を合わせていきます。小指を合わせたら他の指を沿わせていきます。そして人差し指のあたりにある筋肉を押してみると痛いところがあるはずです。この痛い筋肉を親指を使って内から外にねじっていきます。反対側の足も小指を添えるところから痛いところを探していきます。痛いところが見つかったら親指を使って内から外にねじっていきます。両足を内から外にねじっていくと股関節が広がるイメージが作れます。この股関節を外に広げながら10回しゃがみ込みを行います。横から見た時に顔が前に倒れすぎないように注意をしてください。1
2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK です。さあ、ここまですると股関節の詰まりがかなり取れたはずです。もも上げや靴下を履く動作、下までのしゃがみ込みも動きやすくなっているはずです。これでもまだ詰まりがあるという方は、背骨や足の硬さが問題になっている可能性が高いです。概要欄に背骨のストレッチや足のほぐし方を載せておくので、ぜひお試しください。今回の股関節の詰まり対策は Instagram の方から質問いただきましたので、動画で回答させていただきました。リクエストや質問がある方は、この動画でのコメント、 Instagram の DM、 公式 LINE からメッセージいただければお答えいたします。お気軽にご連絡してください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。